はい、それでは今週は今年町内最大のイベント東海市祭りについて、ご紹介していきたいと思います。今私は商工会に来ています。権現堂にあるんですが、そちらでお話を聞いていきたいと思います。まずは、実行委員長の、草刈さんです。よろしくお願いします。草刈です。よろしくお願いします。はい、それからその隣にいらっしゃるのが事務局の鶴川さんです。はい、鶴川です。よろしくお願いいたします。はい、今日よろしくお願いいたします。はい、さて、いよいよ今月末ということで、はい、復興浪江町、東海市祭りということで、はい、日にちは、はい、いつになりますか？11月の24日土曜日と25日の日曜日になります。はい、はい、お時間ご紹介いただけますか？はい、24日は10時か午前10時から午後5時まで、25日は午前10時から午後4時までとなっております。はい、もう天気が良くなるといいですね。そうですね、去年はものすごく良かったんですけど、ね、はい、今年はどうなるか、はい、わかりません。天気が良くなっていただけるとすごくありがたいと思います。はい、さて、ではですね、まあ、2日間行われるわけなんですけども、はい、今回の目玉ですか？はい、一応目玉は東海地裁との一緒に大堀相馬焼の大瀬戸祭りを合わせてやっていきます。あとは日本プロ野球機構からイベントをやるような感じになりました。はい、大瀬戸祭りについては震災後、初ということで、いよいよ復活ということですよね。はい、うん、はい、今回また東海市祭りと合同でということで盛り上がりそうですね。そうですね、うん、はい、大堀の一生懸命な釜本さんが浪江でやるということで、はい、皆さん来ていただけると助かります。はい、非常に楽しみです。楽しみです。はい、詳しくは、広報浪江の25ページの方に出ていますので、ぜひそちらも、見ていただきたいと思うんですけども、豪華抽選会が2日間行われるということで。そうですね。これどんな抽選会なんですか？イオンさんにご協賛いただきまして、はい、2日間で合計2000名に当たるというか、はい、2000名様に豪華景品いろいろ当たるような感じになると思います。はい、1等は何ですか？ちなみにまだ決まっておりません。これから、わかりました。すいません、これから決めます。はい、でも当たりの数が大きい、多いので。そうですね、はい、当たるかもしれないですね。はい、はい、バスでいらっしゃりたいという方はですね、はい、広報の方に差し込みでチラシが入っていたので、そちらをぜひご参照いただきたいと思うんですけども、はい、こちらの方詳しく教えていただけますか？はい、日本松福島郡山白川須賀川地区の方は、株式会社サンプラザ観光さん、はい、電話0247-73-8097、まあ、受付時間は午前10時から午後6時まで、いわき地区の方のみ浪江交流館、電話0246-84-6740、受付は火曜日から金曜日、受付時間が9時から午後5時までとなっております。申し込み締め切り日は、11月15日までとなっております。よろしくお願いします。はい、締め切り、料金は無料でございます。そうですよね、はい、無料でお使いいただけるということで非常に便利ですよね。はい、さて、もう一つ、東海市祭りといえば、その名店街大露天市がやっぱり有名ですよね。はい、まあ、浪江焼きそばがやっぱりメインになるとは思うんですが、その他受け戸漁協創生年部さんたちが振る舞いをしていただくっていうことも やっております。何店くらいお店出るんでしょうね？はい、まあ露店ですと80程度、はい、はい、ですね。で、さらに、名店街で、まあ、15程度の方を、はい、予定しております。そう、約100店くらいが軒をつなで、ツーランネルということで、はいはい、非常に楽しみですね。はい、というわけで、今回は東海市祭りについてお伝えいたしました。何か町民の方に
はい、その他、はい、町民というか、ま、浪江町出身の五来美香さん、宗像美希さん、あと門馬義彦君、あと東京モルモット理恵子さんなどが出演して豪華なステージをやります。その他いろいろステージを組んでおりますので、ぜひ皆様いらっしゃってください。よろしくお願いします。